はい。皆さん、こんにちは。マンダリングルビジです。では、今回は、帝都の決断スリーパー吹きと PG 版、レイテオ機械戦シナリオの続きをプレイしていきたいと思います。前回はね、再建されたアメリカ軍の艦隊がトラック、この攻略に向かってきていたので、なんとか迎撃することができました。そこの迎撃に使った、小沢さんの第6航空艦隊はね、残念ながら、空母艦載機が壊滅するっていう状態になってしまったので、しばらくどうにもこうにも空母を使った作戦が、できない状態になっているというのが実情です。この空母艦載機の戦力を回復するには、1ヶ月単位でね、時間がかかる。下手したらもうちょっとね、2ヶ月、3ヶ月っていう時間が必要になってくるかなというふうに考えています。ただその間もですね、ラバウル、ポートモレスビー、ラエウエワク、いわゆるニューギニア方面なんですけど、ここがですね、一つタウンスビル、そしてもう一つガダルカナル、こっからの空爆がひどくてですね、なかなか基地として運用が軌道に乗ってこないという状態になっています。なので今回はガダルカナル島攻略、これを一つ目標にプレイの方をしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。早速なんですが、まず艦隊ですね。第2艦隊の方は一旦トラックに入れます。で、今トラックに入っている第10輸送艦隊、これは一応ダバオに戻して、ダバオで陸戦隊を乗せて、ガダルカナル島攻略に当たってもらいます。では、時間を進めていきましょう。はい。まず4月になったことによってですね、予算がまた入ってきて、艦隊再編するためのね、防空艦を何隻か発注をかけました。あとですね、ラバウルの航空隊の話、イベント入りましたね。ここは少しイベントを見ていきましょう。ラバウルの航空隊の練度が3上昇という話ですね。で、さらに伊藤誠一中将、表彰を受けてます。畠さんも受けてますね。で、情報技術力があまりにも低い日本なんで、まずは600超えるところまでですね、開発力を4投入して、代わりに艦船と航空の開発力を1に下げてます。これはね、どれがいいのかっていうのは本当に悩ましいんですけども、一旦これで、情報力をね、600まで一気に引き上げていこうかなというふうに考えています。で、あとですね、第9輸送艦隊というのを編成して、この第9輸送艦隊を使って、ニューギニアで滞っている物資、陸戦隊の搬送を第10輸送艦隊とともに担ってもらいたいと思っています。ただ残念ながらですね、輸送船が全くない状態になっているので、この輸送船をね、確保するっていう動きもしていかなきゃいけないという状況になっています。ではですね、ラバウルとポートモレスビーに物資、石油、陸戦隊、用意しましたので、ここからいよいよですね、ガダルカナル島攻略、このための作戦を、行っていきたいと思っています。とはいっても、大規模な艦隊、作戦能力も持った艦隊は使えない状態なので、基地航空隊でね、ガダルカナル島を空襲して、敵の戦力を削った後に、輸送艦で陸戦隊を高速に送り届けるという作戦を考えています。それが今取れる精一杯かなというところですね。小沢さんの第6航空艦隊、これは今、航空隊が壊滅した状態なので、航空隊が復活するのを待たなければならない。第2艦隊の方もね、先の戦いで傷ついているので、一度クレイに戻して今、修復中という状況です。では、ポートモレスビーからガナルカナル島に41機。41機か、これもう少し待ちたいですよね。もうちょっと待ってから、出撃という形にしましょう。飛龍が15、月光が5、冷戦52型が合わせて20っていうところなので、もうちょっとだけ待ちましょうか。ただこれ待っても数は増えないな。呑龍、飛燕、颯、
このあたりはどんなに頑張っても、結局のところ、航続距離も届かなければ、ガダルカナル島までたどり着けないっていう状態なので、そうなると冷戦後2型、あとは飛竜、一色の立候、このあたりを引き抜いてこないと、まともな戦いにはならないですね。なので、今、空母機動部隊、が事実上動けない状態、そもそも艦載機の数が足りなくて動けないよっていう状態なので、まあ少し残念ではありますけども、空母機動部隊を一度、すべて艦載機を下ろしましょう。どうせ今、作戦に参加できないしないっていう状態なのであれば、この空母艦載機を使っていくしか手はないですね。といってもね、今ご覧いただいている通り、ほとんどの空母艦載機が稼働していない状態、そもそももう打ち減らされてしまっていたねっていう状態なので、数が劇的に増えるわけではもちろんないですね。まあ、ないよりはマシっていうね、そういう程度だと思います。では、ちょっと他にも艦載機、もしくは基地航空隊引き抜けるとこないか確認してきます。では、航空隊をね、もう空母から降ろして、さらに各基地の航空隊もさらに厳選して削って、まずポートモレスビーなんですが、レンド98、こんだけの戦力揃えました。冷戦後2型、さらに月光、そして攻撃機器としては新山と一色リコン、さらに飛竜ですね。こんだけの戦力を揃えています。で、ラバールの方なんですけども、ここも戦力だいぶ頑張りました。月光、さらに一色立候と新山、こんだけ揃えてますので、これでガダルカナル島をね、一気に空襲していきたいと思います。では、ここからいよいよ攻撃を行っていきましょう。ガダルカナル島に攻撃をかけていきます。43機、数が少し足りない不安はありますが。や、43機か。100機ぐらいになるまで我慢だな。まあ、我慢してる間に、また石油だったり、物資だったりっていったものがゴリゴリ削られていってしまうっていうリスクがあるので、どのタイミングで攻撃を仕掛けていくかっていうのはかなり難しいんですけど、もうちょっと欲しいですね。潜水艦隊の方は一度戻して、石油を補充します。オートモレスビーな、もう少し欲しいよな。51だと怖いよね。ガダルカナル島自体はですね、175機、敵機配備されていて、まあ、それなりの規模の数だと思うんですけど、ここにですね、まあ、さらに、直縁がどれくらい入ってるかっていうのを見てみるとですね、50%、25機なんですね。なので、もうちょっと数を増やして、護衛機が出れるようになって、70機前後出撃できるようになったら、ガダルカナル島の攻略始めていきます。なので、もう少しの辛抱ですね。もう1回、2回敵の、空撃を捉えられれば攻撃できる体制ができるかなと思います。3式の戦車とヘッジホッグ、まあ、いわゆる爆雷ですね。これの開発ができましたね。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ちょっと待って。今、潜水艦が沈没したっていうニュースになってたけど、そんな、普通に寄港しようよ。無駄に潜水艦を失ったな。こういう些細なミスで潜水艦を失うと、潜水艦隊ただでさえもうほとんど戦力として機能しないほどに力がないのに、さらに減っちゃうんだな。兵器が600に開発力足した段階でおそらく2つ、3式の戦車とヘッジホッグが、まあ開発されたぞ。いう状態かなと思います。いや、痛かったな、今の。
潜水艦隊が、潜水艦隊と呼べる状態じゃなくなったな。では、ラバールの航空隊の方が先に、航空隊揃いましたので、激光、一式激光進山、火器攻撃に入ります。で、偵察機はね、ちょっと出したくないので、偵察機は出さずに行きましょう。これで出撃していきます。要塞度削って守備隊も削りました。で、味方の損害が5機喪失です。敵の直面はね、落とせませんでしたね。もうガダルカナルに入ってる敵、コルセアになってるんで、まあ我々の航空機よりも、はるかに性能的には、有利というものになってますね。ご覧のような形になってます。コルセア。あとヘルダイバーとかも入ってますね。シーホーク。アベンジャーとかもいるな。まあ、やっぱり危険なのがコルセアですね。なので、まあ、できるだけね、ガダルカナル島で航空戦力を消耗しないように、ある程度まとまった数で攻撃できる状態になったら攻撃を開始していくという意味で、ポートモレスビーがまだ少し早いんですよね。102。もう1ターン、2ターン我慢してから空撃隊出しましょう。では、ポートモレスビーからもね、いよいよ空撃隊出していきます。コンピュータ任せですが、削っていきましょう。で、ポートモレスビーのラバールの直縁の比率が50%にしてあります。まあ、どうしてもね、飛行場がやられたり、石油物資尽きたりするとね、せっかくの航空隊が飛べなくなってしまうので、直縁の数をね、ある程度残す必要があって、これはなぜかというと、ガダルカナル、タウンスビルからですね、それぞれ空爆を受けるからですね。で、厳密に言うと、ブーゲンビルとかこの辺りにも航空隊敵入っているようなんですけども、まあ、目立った行動に出てきていないので、ここもよくわからないなっていう状況ですね。ブーゲンビルとかもですね、航空機100機前後入ってるんですけど、全く攻撃を仕掛けてこないので、まあ、これが、まあ、どういう意図なのか。まあ、ラバウル、ポートモレスビーに断続的に攻撃をかけられると、そこに補給が間に合わなくて、まあ、実質無力化されてしまう。まあ、そういう作戦をね、取ることをアメリカ軍もできると思うんですけども、そういう動きをしてきていないのが、まあ、ちょっとよくわからないですけど、まあ、この状況はね、我々にとっては助かる状況なので、この状況を使ってガダルカナル先に取りましょう。で、ガダルカナルを取ったらブーゲンビルも取ってしまって、ここをね、完全に我々の勢力圏内にすると。で、ラバウルに入っていた艦隊が敵に見つかりましたね。まあ、特に何も積んでいるっていうわけではないんですけど、要はガダルカナル島に陸戦隊を送り届けるために駆逐艦4隻を寄せていたというところですね。駆逐艦が1隻撃沈されたか。陸戦隊が4削られている。これもう早めに、見つかってしまった以上は、陸戦隊を送り届けましょう。まあ本当に危険な作戦ですね。ガダルカナル島に陸戦隊を送り届ける。高速で。まあそういう動きです。で、クレの方には第二艦隊が入りましたね。ここでしばらく、まあ、ドック入りしてですね、傷ついた艦艇は直してもらおうというとこです。
ガダルカナル島攻略のために突撃を敢行しようとしていた第9輸送艦隊が壊滅。一度、駆逐艦一隻だけになってしまったので、ラバウルに戻しましょう。まあ、作戦としてはあまり良くなかったということですね。クレーまで一度戻しますか。一隻では何もできない状態だと思うので、まあ、残念ですけど、ここはガダルカナル島攻略を一度中止します。まあ、ただ空爆は継続しましょう。で、それに伴ってですね、ラバウルはガダルカナル島を担当、ポートモレスビーは、タウンズビルを担当させます。それぞれ空爆を繰り返しておいて、いつでもこの2つの基地が攻略できる状態を、作っておこうかなというふうに思います。で、第2艦隊ですね。こちらの艦隊が治り次第、陸戦隊を乗せて、ガダルカナル島攻略に当たってもらいます。国家予算が1万3000、鉄も2万残っているので、クレで修復は進んでいくと思います。なので、修復を少し待ちましょう。治ったらね、ガダルカナル島攻略に入ります。そしたらですね、今、不沈空母作戦が、進んでいまして、まあ、それはラバウルとポートモレスビーなんですけども、ガダルカナル島の航空戦力、敵の航空戦力のほぼ無力化することに成功しています。で、今、ポートモレスビーからタウンスビルを攻略していて、ラバウルはガダルカナル島がね、復活されると困るので、ガダルカナル島とブーゲンビル、これをね、半々で空爆しています。で、ブーゲンビルとガダルカナル、この両方の基地を無力化することができたらですね、っていう話をしていると、ポートモレスビーが、敵の空襲を受けて物資がゼロにされたか。ここはちょっと補給を急ぎましょう。で、ブーゲンビルとガダルカナル島の敵航空隊を無力化したらですね、第10艦隊、これを向かわせます。これも輸送艦隊なんですけども、さっきの第9艦隊よりも高速で航行することができるので、電撃的に2つの基地をね、攻略してしまおうという作戦です。んで、今のポートモレスビーだよな。苗にどれくらい物資入ってる？ 8000 か。苗の手前、上枠は500。少なすぎるな。媚薬は少ない。もうこのニューギニアはね、激戦を制したので、全く入ってないね。ここも物資を増やすところから始めましょうか。輸送船の数も不足してますからね、今ね。苗は少し増やしておいて、ポートモレスビーに対して継続的に物資、石油を輸送できるようにしましょう。まあ、取り急ぎ、このままだと、ポートモレスビーが機能しないので、半分ほど、ラエからポートモレスビーに物資を送ります。まあ、ガダルカナル島ブーゲンビルの後がタウンスビルですね。タウンスビルもね、敵の航空隊充実してますね。ラバウルの方はさっきお話した通りですね。ブーゲンビルと、ガダルカナル島を交互に攻略していきます。で、ポートモレスビーの方はタウンスビルの方に継続的に攻撃を仕掛けます。直縁の数がね、それなりにいますからね、タウンスビルはね。で、ラバールの方ですが、第9艦隊、石油を、輸送船を、虎の子の輸送船を入れてあげましょう。で、
この輸送船で、クレに帰ってもらいます。で、ちなみになんですが、建造中の船ですね。正規空母、一番早く上がってくるもので4ヶ月後に、上がってきます。で、この後、従順ですね。これが4隻、1ヶ月後に。で、駆逐艦なんかもね、2ヶ月後あたりから順次、ロールアウトしてくるので、これで艦隊を作ってですね、練度を上げて、その後空母を配備するという流れを考えています。では、また時間を進めていきましょう。はい、敵の艦隊がトラックに迫っている様子がありますね。ここは一度、敵基地攻略を中断して、敵の艦隊の攻撃に移ります。まずどれくらいの規模のものかわからないので、全機出撃させて、3つの航空隊に分かれて出撃していきましょう。いや、本当に油断できない相手だな。はい、アメリカ軍は第3艦隊でしたね。巡洋艦従順と、あと駆逐艦の艦隊でした。で、陸戦隊乗っているので、トラック基地の攻略が目的だと思われます。で、ラバールの航空隊がね、ここで19機喪失するという結構な損害が出ているんで、優先的にですね、ラバールの方は航空隊を補充していきたいと思います。やっぱりアメリカ軍、同時並行的にいろんなところで作戦展開できる力持ってるので、強力ですね。航空隊の新山月光、あとは一色陸航はもう作ってないので、数が足りないな。本当に数が足りない。なんとかこらえていくしかないかな。で、トラックの方なんですが、トラックの方はですね、あんまり足の長い航空機はないんですけども、それでも足の短い航空機、まあ、飛燕だったり、ハヤテだったりっていうのと、あと一応、ドンリュー、短距離型の陸上タイプの爆撃機ですね。これ40機配備してますので、これで迎え撃っていきましょう。で、肝心の陸戦隊が19しか乗っていないので、サイパンからも攻撃をかけていきます。では、時間を進めます。ワシントン DC、イベントだ。ルーズベルトが死亡してトルーマンが大統領に就任したというイベントになります。では、サイパンから、敵のね、艦隊攻撃していきます。距離が少しあるかな。そうだね、距離がありすぎるから飛龍しか届かないか。まあ、飛龍だけで撃墜されるよりかは我慢しましょう。敵の目的は間違いなく、ここであることは、明白なのでね、敵が近寄ってきたら攻撃を仕掛けます。ただ、トラックに上陸されると、トラックの守備隊決して数が多くはないので、殲滅される恐れがあるので、上陸される前には叩いておきたいですね。トラックの方なんですけど、従順だけではなくて、航空艦隊も来そうな。まあ、そんな予感はしますが、まずはね、敵の艦隊。これを潰しておきます。敵の陸戦隊が12。これはサイパン、トラック、ラバールの基地航空隊で空爆して、敵の陸戦隊を殲滅します。それが最優先ですね。まあ、81機ラバウルから飛ばせば壊滅できるでしょう。で、ポートモレスビーは引き続きタウンスビルの空爆です。
ここはね、トラック、基地航空隊で、あるいはサイパン、ラバールの基地航空隊でトラックをね、しっかり守備しましょう。神殿が完成しましたね。神殿の能力は確認したいな。見ましょうか。攻撃力74、防御力58、速度583、航続距離が1270の海軍の陸上タイプの戦闘機ですね。まあ、これを月光に変えるかどうかっていうところだと思うんですけど、まあ、月光の能力を見ておくとですね、月光と比較しましょう。攻撃力がやっぱりこっちの方が高いですね。まあ、改造してるというのはもちろんあります。速度も上げて、航続距離も3000まで伸ばしてるので、まあ、コストはかかりますけど、まだ神殿にラインを切り替える必要はないかな。では、このまま敵を粉砕していきます。まずはね、敵の陸戦隊を潰し、いや、待って待って。この数飛べるんだったら、仕留めておきましょう。返さないと。駆逐艦といえども全部沈めると。で、陸戦隊で、米軍の海兵隊を潰しました。というところですね。この敵の第三艦隊逃したくないな。上枠からも届くなら、と思ったけど、偵察機ですね。偵察機だったらこのまま攻撃に出て数を減らされるよりは、偵察任務に当たってもらいましょう。では、第10艦隊なんですけども、まず最初にですね、ガダルカナル島に、入る前、攻撃に入る前にですね、ブーゲンビルの方を先に攻略しちゃいましょう。イギリス軍の領地ですね。で、その勢いのままガダルカナル島も攻略するという段取りです。なので、ポートモレスビーはタウスビル、ラバウル航空隊はブーゲンビル、ここの攻撃を行っていきます。で、第10艦隊に入っている陸戦隊で両基地を攻略。ポートモレスビーですが、一旦ブーゲンビルに1回だけ攻撃を仕掛けます。これで、要塞も削り、守備隊も削りましたね。石油も削っちゃいましたけど、まあ、これで、この後陸戦隊がブーゲンビルに上陸できます。で、ブーゲンビルはね、もう破壊を目的として、この後はガダルカナル島攻略に向かってもらいましょう。航空機47、ガダルカナル島、もう復活してんのか。駆逐艦1隻、陸戦隊をそれで6失ってますね。ブーゲンビルにはさっさと上陸して、次ガダルカナル島を空爆しましょう。いや、なかなかどうして本当に、アメリカ軍、さすがの強さですね。では、ラバル航空隊は数は少ないですが、敵の状況を見たかったので空爆をしましたけど、確かに復活してるね。飛行場も復活してる。油断ならないよね。本当に。その力。石油を潰したので、次のターンぐらいは飛ばないでくれるかな。ラバールの方は航空隊を補充します。で、ラバールもね、その安定的に確保できるっていう状況が作り出せれば、航空隊をね、ここまで割く必要はなくなるので、トラックとかの方にね、最新鋭機進山とかを配備すれば、トラックの防衛がよりやりやすくなると思うんですけど、それをですね、サンタクルースとエスピリスサンドの両基地の状況を見て決めていこうかなと思います。はい。ブーゲンビルは占領です。そしたら第10艦隊の方ですが、このままですね、目的地を
ガダルカナル島に変えます。ガダルカナル島も取れば、まあ一つね、敵の空爆してくる拠点を潰せることになるので、まあだいぶ戦いがね、楽になると、この海域の占領がとてもしやすくなりますね。まあ無駄に消耗しなくて済むと。まあそれのもう一つとしてはやっぱりこのタウンスビルなんですよね。今回飛行場を潰せているので、もう一回攻撃を仕掛ければこのタウンスビルも無力化できそうかな。その場合、どうだろうね。ポートモレスビーの方に航空戦力を、まあ、増強集約するっていう手も、まあ、見えてくるので、この後お金を使って3択コストエスペリスサンドの敵上の視察を行っていきたいと思います。ガダルカナル島ももう守備隊4を残すのみで壊滅させましたね。まあ、その代わりといってはなんですけど、他のところ、トラック、サイパン、ラバウル、ポートモレスビー以外は航空隊がほぼゼロっていう状態なので、まあ、これゲームだから成り立ちますけどね、本来、本当の、まあ、戦争だったらまあ当然ですけど、こんなね、極端な運用はなかなかできないと思うんですけど、本当に少ない戦力をね、どううまく使っていくかというところに尽きるのかなと思います。うん、第10艦隊が、これでガダルカナル島に上陸開始しましたね。では、ガダルカナル島を攻撃して終わらせましょう。うん、残るか。陸戦隊がね、最後潰してくれるかなとは思います。はい、ガダルカナル島攻略完了です。では、目標としていたガダルカナル島の攻略ができましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回はタウンスビル、サンタクルーズ、あとはエスピリスサンドですね、ここの状況を確認して次の攻略目標を決めていきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。